戸越銀座商店街に来ました。これ戸越銀座商店街ってね、日本で一番あのテレビのロケが行われてる商店街になります。あ、タレントのジャスティンさんです。今日紹介するのは来た、何ですか。ナルトたい焼き。なるほどなるほど、これね、世界一美味しいの、はい、これのね、ナルト金時芋、そう、芋味があるの。あ、なるほど、小豆じゃなくて。はい、ちょっといいですか、よろしいですか。いい、はい、これね、ビビるよ。ちょっと食レポよろしいですか。これ世界一美味いもん、これ、いくよ。はい、やばいじゃんこれこれうまいけど、違う、うまっ。もちろんなんかないワード日本一うまい本当にこれ。そう、たい焼きってね、天然糖食2色あるのよ。あ、誰です、もう大丈夫です。で、これ天然たい焼きって言って天然おお、いいね。さあ、やってまいりました。あ、こんばんは。ウハウハ会館さんです。で、一応ちょっと寝台とかも入ってるっぽいんで。お、ウハウハするね。まあ、前回の終わりも話したけど、うん、じゃあ僕が負けたら何するっていう感じなんで。あ、そうか。ここから5回やるとして、うん、負けは僕が全部負担します。あの、個人的な収支が、あ、僕の収支とあなたの収支、なんか最近ちょっと話題になってる。そうだね、孫のことなに伸び食いちょっとしっかり目に見るか。絶対勝ちたい。あ、硬くいくけ。あ、好きだったもんね。あ、伝説の潮騒弾ミサダック。あー、おー、来た、激ミスって言った、来た、おい、ほーい。でも本当この辺とかでも全然いいと思う。いやー、わかるわ。ちょっと1000円打ってみていい？やっぱ漢字掴みたいから1000円チャレンジ。おー、来た、大好き。ほら、勝った、勝った。甘すぎるわ、甘すぎる。まだ歌ってプラスよ。もう、マジか。よし、簡単。ダンミスみたいに言ってるやん。まあ、前回言いましたけど、うん、まあ、今回から恩返しのリベンジ戦っていう、勝ちたいから、うん、勝つのが一番の取れ高やと思うから。そうだね、本当に。まあ、特に俺ね、翔、うん、さんもいつも通りやってくれていいけど、狙い台とか断密はね、候補だね。ちょっとね、究極奥義を使おうかなと思ってる、秘策で。どういうこと？断密の？断密の完全攻略打法。あれをやって。そんなあるの？断密に？そう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 。完全攻略。ちょっと狙うとこマジ大変なんだけど、それでペアウトグッてあげれるから。え、そうなの？全攻略しとく打法がある。ああ、DDT だね。そう。ね、最終的にしっかり1枚でも動かすっていうところを目標に。そうね、そういう回は確かにあってもいい気がする。最近なかったし。負けすぎ、やっぱ3万枚差があるっていう、直近30話で。まあね。で、これやっぱいろいろ突き詰めていくとさ、やっぱ俺の立ち回りの問題とかもあるけど、単純にさ、なんかその悪い方向に全部いってるのの表れやん。普通にみんなができることができてないからこんなに負けてると思う。まあね。じゃあちょっとこれ、あの、鍛えようかなって。で、ちょっと鍛えれるもんだよ、鍛えれるってか、その練習してみようかな。あ、練習いいけど、徐々にいいもん買ってきたんで。そういうこと、はい、そういうこと。普通のことを普通にできるようにっていう、うんうん、いいね。これなんですけど、え、何これ。え、プッチョ、闇の4味ロシアンルーレット。何それ、もう何やってきたの。なんか13個ぐらい入ってて、ちょっと3つぐらい激辛プッチョが入ってるらしい。 4. 点何分の1ぐらいか。そう、だからほぼほぼ大丈夫だ。そうだね、余裕じゃない。で、あ、これいい塩梅やなと思って、これで俺が普通に食べて、うん、今まではその悪い、そのいきなり激辛食ってるみたいなでこれ連続やったわけよ。だから3万円負けてんだよってことじゃん。そういうことだよ。だけど確かに、だから13分の3ぐらいはさ、引かない引かない。で、これ取っちゃうとどんどん減っちゃうんで、うん、また次あと3回できるんで。そういうことね。ちゃんと3回ぐらいやる。4分の1チャンスことね、しっかり。で、これを3回ぐらいくぐり抜けれれば、まあまあ普通のことはできてるっていう。え、だって 75% 大丈夫なんだよ。でしょ、言い換えると 75% 継続とかやるから。うん、3回でしょ、うん、いいよいいよ、ちょっといっていいよ。で、3個食べます。うん、いいよ、はい、せーの、うん、うわっマジ？うわ、ハマネロ、ハマネロ、ハマネロこれ。
じゃあなんかさ、量の味したのよ、うん、最初これ。いやちょっとやばいよ、やばい。これ立ち悪いよ、これやっぱり。あ、最初にレモンの味。そう、レモンの味するの最初。こういうところで引くから逆に立ち芋とかで引けるんかな。引けんのか。そういうこと？マジ？ジャスティンさん、さあマスクをつけて、今日も赤いパーカーがお似合い。おはようございます。ジャスティンさん、ん？新しい一日の始まりです。ザワ会館さん、やってまいりました。NHK。じゃあ俺あの小学校の時放送委員会やったからさ。あ、そうなの？あの朝の校庭に向かってアナウンスしてたから。ああ、いたいた。あれあれやってた。だからそういうっぽい感じなんだ。何でそういうっぽい感じって。わかる。そういうっぽい感じで。そういう喋り方出てる。なんだそれ、ちょっと悪口。あ、開いてねえか。あ、イニアシャ開いてない？あ、魔法育も開いてる。魔法育行こっかな、寝台の。昨日、どっちも赤だったんですよ、魔法育。で、こっち青になってるんですよ。ってことはもう完全に設定いじくったってことなんよね。これ行きましょうか。へえ、マジか。めっちゃ喋った。よし、ドンツー行くか、久々。ドンツー行きます。ドンツー、ドンツー、ドンツー。なんか日和すぎかなっていう、まあ、ちょっと感じるけどね。でも現状ね、はい、2人で、はい、100% 超えてますもん。ああ、そうかそうかそうか、だから現状、そういうことや。そう、昨日も何回も言ってましたけど、うん、やっぱりしっかり勝って終わることが一番の取れ高やと思うんで。そう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 、まあ、しっかり勝つことが一番かなっていう、ね、正解だと思うよ、うん、100% 以上2人座ってんから。そうでしょ。うん、あ、お金やりますか。はい、はい、あ、5万円下ろしてきました。6万円いいね。11万。11万、負けたとしたらもう僕が全部負担しようとね、保証1回付きでね。こんなん僕が言い出して言うのもおかしいですけど、うん、お願いしたんで買ってください。はぁ、お願いします。誰に言ったやで、昔覚えてます？ん？7連勝だ8連勝だって言ってる。すごいね。時期もあったわけですよ。ん、どうしたんやろうね。でコメント欄とか見るじゃないですか、はい、負けすぎだーっていう方もいらっしゃるけど、まあまあまあ、どうにか救ってあげようっていろいろ考えてくれる人結構いて、はい、なんかこういうふうにしたらいいんじゃない、こう言ったらいいんじゃないかってこうバーって書いてくれてたけど、金髪にしたらいいんじゃないかとか、なんかその髪型あの時良かったしみたいな。あー、なるほどね。そんなんばっかになってるから、凱旋めっちゃ引いてる時ね。そうだから根本的な解決策がもう実際ないのよ。そうか、だから本当にもう自分の中で、うん、制限をつけて、うん、もう当たり前のことは当たり前にできれば、そうプッチョプッチョ打法、そう、プチョ打法よ。できれば勝てるから。プチョ打法だから。だから今日は、はい、プラスにして、うん、最後ちょっとパチンコでバイプッシュとかできたらいいね。それが一番いいね。うん、それを目標にちょっと頑張ろうか。わかりました。よし、ジャスティンショット、マーケット、クズノ、おいし。はい、じゃあ行きましょうか。魔法行く。1枚目。負けたら中金さんのお金になっちゃうから、まあ、とりあえずね、朝一は 100% 以上の台を打っていこうと。おー、全然わからん。これがハズレリプレイ OK。 マックスベットとかないんだ。なんか乾燥型らしい、ボーナスプラス LT 機の乾燥型らしいんで、まあリアルボーナスついてるんで、まあある程度は面白いと思うんだけどな。僕も初打ちなんであんまわかんないんですけど、今日は固く固くよ。さあ、おはようございます。私やってまいりましたのはドンチャン2。今試合行くぜ。マジで5連勝したいわ。もう連勝とかもういつからないかっていう感じだからさ。まあでもほとんど勝者は勝っているわけで、僕が負けなければそれでいい、いったところでのドンツーですね。でひよってるわけではございません。まあ、本来であればイニディとかカバデリとかまあ、候補であったんですけど、まあ、ちょっと並び順ってことなんで、まあ、ちょっと難しいですよね、並び順ってね、本当に打てる台の中でということで、ドンツーを選びました。いいよ、だ押しかけ、いいやん。当たってるね、これ。これ当たってるね。イエーイ、早いよ。29ゲーム、
オーケー、29ゲームレギュラー、投資が1000円、こういうことだからね。幸先よろしい、朝一1000円でボーナスを射止めました。だから本当にね、こんなに負けてる人間はね、当たり前のことを当たり前にできてないんです。当たり前のことを当たり前にできるようになるだけで、勝てるとは言いませんが、ひどい負けは回避できるはずじゃない。300ゲームハマるんですけど、なんで？なんでだよ。なあ、設定1でも160何分の1なんでしょ。設定1通り当たりなさいよ。当たりました。やっと当たったよ。レギュラーいらんよ、もう。最悪。421ゲーム、投資7000円、レギュラー最悪です。なんだよそれ。ビッグだよビッグ。とりあえずビッグで安心をください。ビッグって安心材料なんです。スロットを打つ上で。当たり前のことを当たり前に。それが今日のテーマです。頼む。来た。まだある。よし。あー気持ちいい、気持ちいい。サンキュー。ビッグでお願いします。ビッグで。よし、サンキュー。安心材料来た。はい、投資7000、97ゲームまたー。 OKOK、 201枚、よかった。とりあえずビッグ引けた。それでいいんです。それで飲まれた。ちょっと移動させてみますか。ないな、こっち来ちゃったか。はっ、どうした、ハマった。めっちゃハマった。俺もハマったわ。確率通り引けないわ。そうなんよ、設定値通りも引けてないんよね。やめるの、本気見せようかなと思って。行っちゃうか。出た、ダミズや。ダミズ行ってる。うわ、ダミズ行った。ダミズ行ってる人いる。やばい、この番組朝からドンツーとダーミツ打ってる。はい、ミスターダーミツ行きますわ。先制攻撃、サマーソルトじゃん。オーケー。味覚。これでプラス、プラス、今プラス7000円やから。あ、そうなの。俺も1万1000円入ってん。1万1000円、この短時間で。まあ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 、ダーミツ打っちゃう。大丈夫やろ。勝率 100% だからな。さあ行くか、断密勝率 100%。 やっぱこっちやったわ。ちょっと魔法行く色変わってて打ちたかったけど、こっちやね。やっぱ落ち着くわ。まだ負けたことないから。もう今日は腰据えて打つんで、ちょっとちゃんと羽も狙おう。この羽取るか取らないかで結構変わるから、完全攻略でいきましょう。あー来た。この時点で羽か、まあボーナスか。レギュラーっぽい出目はしてるけどね。あー、ボーナスか。ずれてボーナスがあるんかな。とりあえず羽を狙って。あ、羽。多分この時期に断密をフル攻略してる動画ってあんまないんだろうな。俺ぐらいじゃないか。いやマジか、ちょっと早すぎるよこのペース。うわー来た。たまらんね。で、ボーナス優先制御なんで、ちゃんとベルも取りこぼさないと打ちます。あー大丈夫。よしよし、完璧。ちゃんと成立後のベルまで取るから、もうガッチガチでいきます今日は。
そんな羽引きます？150分の1よ。おお、リーチメマシーン、マジか。あー、チェリーとチェリープラスボーナスだ。せーの。おお、デメ的に化け臭いっすよね。あ、そうなんだ。あー、なるほどね。98ゲーム来た。さあ、ギガス。いや、いっちゃ、あー、いや、中狙おう。うわー、マジか。こうなったら羽なんだよな。こっから外れとかあったら面白いけど。おい、マジ神制御。中止ゲーム。うおー、気持ちいい。あー、ならない、あった。あー、やっぱ化けなんだな。はい、110分の1ぐらいになったんだよこれ。きた、激安め。さあ、これが楽しいな、この台は。蹴っていいよ。いやー、いや、わからない。あるよ、ここから。せーの。すごい。かー、惜しい。きた、きたー。左から押してみよう。さあ、どうなるか。あー、跳ね跳ね跳ね。すごい。あー、そんな150分の1引く。おーよー、よっしゃ、きたー。めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。激ヤマやんこれ。ちょっと舐めとったら断蜜地押しでや。わかんない楽しさがあるな。はい、はい。おい、今い理解すんのにちょっと一瞬間があった。びっかく。あー、まあこれ狙った方がもちろんいいんですけど、やっぱ僕は光らせたいランプを。せーの、よし、103ゲームピック。おい、そんなあんの。リールブルった今。そんなあんだ。イエス。おもろ。イエス。んー、よし。はい、オーケー、三連断蜜、オーケー、オーケー、もりもり増えてます。断蜜プロだ。64分の1です今。やばい。ぶっ壊れてる。まあ、でも確率ってでも超えていかなきゃいけないもんやから、やっぱ平均じゃダメよ、ナギンさん。超えていかないと。やっぱおお、ダンミスプレミアだ。なんかレバーオンでなんか音鳴ったもん。おーおー、オーケー、65ゲーム。サキペカの多分プレミアムだと思います。まくりました。あー、おっぱいら。あー、専用ボイスとかあるわけじゃないんか。出しすぎてほっぱいらなったわ。断蜜で日本初やろ。1000枚ぐらいある。やばいで。断蜜プロ出しすぎちゃったな。まさかの断蜜プロは予想外すぎるやろ。断蜜連が止まらん。断連、断連、蜜連がやばい。え、設定いいってこと。いやー、まあ、確定系は出てないけど。確定系とかあるんや。まず羽ボイスな知らないの。五六角よ。羽ボイスなしが5、6角な。そうで、6やったら6パーぐらい出るんよ。だいぶ出るね。で、もう10何回羽揃えてるから、まあ、6はないだろう。え、わかんないけどね。で、化け出てるから、まあ、3だとは思うけど。え、なに、断蜜の3を見抜いてんの。あ、ごめん、3、5、6じゃないの。最低設定3な。あ、3やん。
激甘だ。激甘やん。あいつ1にないから。激ミツやんマジ。え、俺今まあちょトントンかチョイプラと考えて、まあ、2人でまあ1,300-1,400枚ぐらいあるというか、大移動は違うな。危ない。鉄拳行こうかして今。ないわ。あいつだから。そういうので負けてきたん多分。そうですそうやな。やるわ。耐える。全然耐える。わかりました。おお。な。椅子。ビッグオッケー。33。もりもり増えております。おい。今遅かったっすね。ウェイト切れた瞬間に光りました。ビッグがいいな。よし14断密オッケー。やばいモリモリ増える。おお、フリーズ。あ、違う、無音だ消えてるパネル66ゲームやばっ、こんなんあんの。あ、停止音も出ない。おースーパーダミスプレミアムビッグ、やばいマジでこれ爆裂機だ、止まらん。あんまり出しすぎるとなんか怒られちゃった今ダンミスさんに。ちょっとやりすぎちゃったな、さすがに。ちょっと抑えめにいくか。ダンミスさんに怒られたしな。いやー、ダンミスさんに怒られたからマジ一気に台変わったみたいに当たんなくなったわ。ここよな、ここでハマり出すとちょっと一気に怖くなるんだよな。ちょっと周り見ますわ。減り始めた俺も。次ビッグいいだらやめようと思ってた。どうする？パチンコや。6時か。ちょうどいい。あれです、ここめっちゃ箱でかいっすわ。多分2000枚じゃなかったけど、まあ十分。400枚プラぐらい。僕の投資が350枚かな。最後で当てばいいな。マイナス200枚か。1200枚あった。ってことは合わせて170枚ぐらい買ってる。マジ飛んだ。これどうするかって話。でもね、究極の作戦思いついたよ。ああ、いいや、そういうの欲しい。2人で余れ術やん。どっちが噛まれたらもうそれをちょっとでも増やされるいかに現金投資しないかっていう。抑えてね。抑えてちょっと言ってくるわ。そうさすがです。やっぱり甘海よ、俺たちは。甘海並び断密、ドンツ、雨海並び。そう、大丈夫、絶対勝つから今日は雨海並びは。でもちょっとやったことないけど面白い可能性あるぞこれ。170枚勝ちじゃちょっと帰れないわ。帰れんなし行きたいってなるから。中金がね、やっぱ今日ね、当たり前のことを当たり前にできたのが、うん、ここまでなんていうの、保ててる要因だわ。ダブリー分裂ある。何パーぐらい体感。2パー。あー、2パーじゃ無理か。2パーじゃ無理やろ、そりゃ。はい、先生、次は刑事。あ、刑事でした。やっぱり海じゃなかった。やっぱ199ちょうどいい。これちょっとさっきの日和すぎたみたいなとこあったもんね。そう、あれはね、大勝ちまで見えますもんね。でしょ、199分の1の、これあれやね、エクストララッシュの失格、ね、そう、30何パーが引きゃあるんやつ。俺これ好きよ。どっちか当たるまでいこう、はい、一発。なるほど、まあ、そこをリミットとしましょうか。そう、とりあえずね。うん、金額じゃなくて。わかりました。で、これ2万円目です。オッケー、俺も3枚目入れた今。はい、199分の1を2馬力で打ってるから、もう実質これ合わせたらアマデジやから。そうね、うん。まだ、もう一回。あらびっくりした。いきなり来んだもん。どうする？どうなる？あいつさ、これはあるわ。あるやろ。金文字じゃない今。金。金やんね。うん、頼む。入り口は立ってる。いいね。頼む。ちょっと解説お願いしますね。オッケー。
長い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 、あー赤持ちに全然弱いよね、絶対これじゃ正直弱い、うん、いやーマジで惜しいね。まあでも流れはいい、流れはいい、前半良かった、前半良かった、うん、流れはいい、流れは後半も頑張ろうな。オッケー、はい、長木さんの実践みたいになっちゃうから、はい、おい言わんでいいや、言わんでいいや、今楽しい2人で刑事打っとるのにさ、前半良かったけどみたいな言うなよ、後半あれみたいな、コメント欄かお前やっぱ胃がキリキリしてきた、負け全負担やった。でもこの壁を越えた時長木さんは最強になれるよ。本当？そう、この枷を越えなきゃダメ。そう、なんかもんじゃ系食べたいよな。あーいいね、久々に。それはなんかない発想やったわ、なんか和な感じやから、うん、そうそうそう、はい、もんじゃ熱いね、もんじゃちょっともんじゃあったいね、もんじゃって読めそうですよ、なんか頑張れば2つ先輩ろ、よしよしよし、ワンチャルワンチャル、今生地が鉄板に入りましたんで、入った、松風か、はい、色大丈夫大丈夫、おお、なるほど、ほぼゼロ言うなよ、ゼロでした。はははお、何それはある、それはある、長木さんいけいけいけ、ドン、ある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 、ゼロじゃないじゃない、ゼロじゃない、これしかない、頼むぞ、頼む長木さん決めて、これはあるよ長木さん、マジで頼む、もういいだろ、めっちゃある、もういいだろ長木さん、いけるいけるいける、ほらすごい震えてる、ほらあと一個、あと一個、あと一個でいいよ長木さん、おいドラゴンボール、ドラゴンボールやぞ、これおや、だゼロって言ってほっ、ゼロじゃなかったです、入った入った、ラッシュって言ってるよ、ラッシュ、何これ、どういうこと、どういうこと、ごめん教えて、ごめんちょっと追いついてない、待って、どういうこと、ラッシュに入ったんだけれども、何に入った今これ、ラッシュ図柄停止、突然時短、突然時短、これそれつまり、その時短値を当てればプッシュ来てる、ハーキン行ったやん、これ行くよ、え、もうおめでとうよ、1500発か、うん、全部10ラウンド、マジで言ってる、え、やったぞ、すごくないこの流れ、やっちまったぞ、よっしゃ、マジでナイス、マジナイス、これ10ラウンドか、そう、全部全部全部、え、81パー継続、そう、やばい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 、最初聞いてみたもんやもん、これ一番欲しいの引いたわ、最強、やりましたー、マジ違うわ、やっぱゼロなんてないな、ゼロなんてないんだよ、やったー嬉しい、そんなんあんの、来た来た来た、あーやば、これがあれ小100分の1引いたら終わるんか、はい、特図に 73.63 分の1、お、今抽選してるの、うん、それより先に100分の1引いたらダメな、赤い赤い、もらってやろ、めちゃくちゃ気持ちいいですこれ、よっしゃー2連目、これはオール10ラウンドですからね、やばいね、はい、あ、これだ、やばくないこれ、突然時間確率やばいことやってる、4369分の1それはほぼゼロやわって書いてるけど、それは見たことないわな、あんなね、意味わかる、俺打ったことあるからさ、こんなんじゃなかったなと思ったんだよね、ダメだろ、え、マジ当たった最強じゃん、すげえ仕上がりすぎてない、こんないかんぜここでなあ、これ50パーだよ、そう、やばい、赤が上がったな、しゃあしゃあ、簡単すぎ、よし、こういうことです、すごない、はい、これデルキンさんだわ、あら、1年半に1回ぐらいおすすめですとりあえず満発は確保したい、いや大勝ちよ、もう一回、そう、うわうわーい、気持ちよすぎる、はい、もう最後はパス、メイキすぎ、皆さんお気を勝ち確、そして、うー、ね、おーおー、隕石、おー隕石、おーこんな何この演出、何この演出、こんな何揃うやろ、こんな揃うやこんな何この演出、パンティーみたいな、ならならならのパンティーみたいな、空飛ぶパンティーやったわ、はい、パンティーだ、あ、2個パンティー、確定パンティーです、これパンティー確定です、すいません、ありがとうございます
万発だよーいや、やっぱライトミドルやな。時代はライトミドルよ。ちょうどいいよ。やべ、やべ、やめて、イライライラ、やめてくれ、やめてくれ、やめろ、帰れ、ラッシュ、ラッシュ帰れ、帰れ、お帰りください。うわー、なるほど。まあ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 、エクストラ行っとこう。そう、それはそ、うわ、やべ、これはまずい。いや、ここ勝負どこよ。ちょうど万発、これこれ50回で取るしかないみたいな感じになってるから。そう、じゃあ行こう行こう、取ればいいよ。もう一回、あー、終わる。やめてあげて、やめてあげて、もうちょっと、もうちょっとならですか。あー、なるほど。はい、お、え、ザホ、ザンホだ。しか考えられんやろ。マジ、あ、そうだわ、やば。俺今とんでもないことしたろ。ザンホで引いた。え、ザンホで引いたの。ザンホで引いてる。199引いたってこと。そう。いや、やばいことやってるって。めっちゃうまい、ね、今やばいことやってるよね。うまいね。本当ですか、いいですか、ありがとうございます。え、終わらんぜこれ。終わらんね。終わらんぜ、やば。よし、恥ずかしながら戻ってまいりました、ありがとうございます。終わるか、さすがに。ただ俺には残穂がある。お、残穂が熱い、残穂の方が熱いんやから。ない、実はない。ただ俺には残穂がある。ここで当たったからさっきな。いやー、いや十分よ。1万3000発やったね。残ってるのは8296発。オーケー。じゃあ船長さんの同期まで、さあさあ、2211、はい、おー、来た来た、お疲れ様でした。やったやったぞ。来たね、エビがこぼれる感じの、はい、一日になりましたけれども、まあ、先に結果をちょっと言わせていただいてよろしいですか。はい、今日やっちゃいましたね、今日は。私から。あ、私から。あ、そう、そうだね、大体さ、そうやから。いや、違います、俺後に言えることほぼなかったんやから。じゃあ、まあ、パチンコと、外の投資、はいはい、僕は3万円なんで、はい、1380枚、はい、回収が1204枚、はいはい、なんでマイナス176枚。え、そ、こっち。ただね、全然負けてないよ。そう、長金さんからでも俺4000、あ、まあ玉はあげたけど、そう、もらったから、うんうん、自分の分だけだとマイナス176枚、はい、全然じゃないですか。あ、だから壇蜜様のおかげってことやな、ほとんど。そう、あれ結構いったん。すごいな。いや、素晴らしいです。びっくりしました、さあ先生。はい、私今日ちょっとやらせていただきました、はい、投資が2万円の932枚、はい、投資がね、うん、の、回収がもう全部合わせてプラスの1148枚。きた、素晴らしい。こんぐらいが一番やから。プラスの、はい、972枚。はい、素晴らしい。よし、やりました。これは素晴らしい。初戦勝たれたね、プラスで。これはやりましたよ。でも今日はマジで、あの、耐え忍びながらお互いめっちゃ良かったと思う。これ一番強いんじゃない。いや、一番いいやり方やったと思う。この流れよ、この作戦が完璧やったよ。刑事に見えたもん。あ、僕自身が、うん、いや、僕もあんな、あんな女たちをはべらかせれると思う。はがして、ふわーってやってるように見えたわ。いける、いける。多分映像で残ってないんじゃない、あの通常の4000分の1当たったシーン。ああいう当たり方はね。まあ、そもそも一番何が良かったかっていうと、今回からあの負けた場合僕は全部負担するって言ってたんで、マジ耐えました。これはめちゃくちゃ嬉しいです。保証も持ち越し。でも逆にこの枷があったからこそ勝てたんかなみたいなのもあるし、やっぱりこう重みが2倍やったからね。え、そう、気合入ってたね。気合は入ってたよ。やっぱ伝わるんだと思う、あのパチンコって。刑事も本当に嬉しい一日でございます。あなた、かっこいいな。ありがとうございます。こんなに決めた、まあ、刑事やから。そんな言わんとって、言うても刑事やから。言わしてほしい。言う前田っていう名前なんですよ。前金さん、前金さん。次回からトラガラのパーカーにしようかな。あれ、トラガラのベストみたいなの着ようかなと思って。かっこいいな、あれ。冬用の衣装それにする。いや、何でその実現しようとしてるの。俺好きだわそれ。嫌だよ。ちょっとそろそろ衣装替えしようかなって。ちょっとね、4年目じゃん。いやいやいや、4年目じゃん。いや、それの代替やがトラ柄っておかしいやろ。あの、なんかさ、いや、ちょっと本当になりそう。やめてよ、やだよな、トラ柄のダウンとかさ。やだって。来てさ、どこに言ってんだよ、トラ柄のダウン。おかしいだろ。本当に昨日から言ってましたけど、うん、やっぱ当たり前のことを当たり前にできるだけでいいんだなっていうのが分かったんで、うん、まずドンツーとか、まあ、ちょっとダンミスとか、ね、まあ、設定1を設定1通り、弾けることの 大切さみたいなのも、いや、ちょっと学んだわ。うん、学べたんで。改めてね。この勝ちの流れでまた次回、うん、次回絶対今シーズンはねリベンジやから、はいはい、勝たなきゃいけないから。次回はね、また名古屋に行きますし、はい、そうだね、今月の末にはね、はい、まあ、何度も何度も言っておりますけれども、熊本にね
11月27日、はい、いつだっけ11月27日あ27日か、熊本ねジャスティンさんの飛行機取りました。ありがとうございます。どうする熊本空港であの海外のスターが出てくるというみたいにこういう感じで伺われてるわけジャスティンさんマジってなってる可能性もあるんでまた次週見ていただければと、はい、思います。いや最高の一日でした。刑事最高ダンミス最高バイバイバイ